見えたのが、2と5かな。これは2号艇の直まくり展開、2323の、145、21の345、2号まで。はい、それではね、今度ね、3レース目を挑戦したいと思います。これはね、スリットの感じ良かったのが4号艇の松井選手、かなりね伸びていく感じがあったんで、なんかザーッとうるさいな、まあいいや。ということでね、4の一まくりで地元星英二選手のね軸ということで、ちょっと珍しいんですけども、46前、しかも4-6とあんま全外しないんだけども、もうさっき1列目でも軸ビリ起きてますんで、ここはあの軸ビリが起きないように全ということでね、いきたいと思います。あとは4まくってって1張った時の24-16と、あと2-16-4か、これですね、4軸、何事も4軸、あとは4-26-26、この辺にね、ちょっとドラということで、ちょっとね、額増やしまして、4のまくりから狙っていきたいと思います。はい、じゃあ頑張ります。バッキュン。さあ、存在の入り方してきましたけど、降りて藤山まで、もう最近はバイパスもできました。
しょうがない。ジグビリ、ちょっとね、もうね、どうせ軸ビリになって当たんないからと思って撮影やめたんですよ。それで5レースをね、ちょっと坂本くんから買って、畑たつきを軸で買ったら撮影やめた途端に当たると、まあこんなもんかなと。所詮ね、当たんないのに、当たんないから適当に買ったら当たると、こういうオチが待ってるんだよね。バンカーダー6号艇畑辰樹ピット離れ、そこまで目立ちませんでした。6艇バック側1、2、3、4、5、6、このまま行きますと本番は枠番通りで、6号艇畑はオースト6コースからの勝負となるか。水面上中盤戦カード5レースの予選を迎えています。対戦メンバー1号艇谷勝之、2号艇山川貴博、3号艇坂本勇気、4号艇内田圭、5号艇若林玲、6号艇畑辰樹です。1号艇谷、本番は枠番通り、まずまずマイペースの陰線ということになりそう。今回が約3年9ヶ月ぶりの統治戦、昨日後半指して久々の統治での白星をゲットしていました。2コース2号艇山川、昨日はスタート合戦となりましたが陰線味方にシリーズの2勝目。センター3コースに3号艇、前節の節一モーター、今シリーズも警戒の動きを見せている9号機の坂本、昨日後半4カードまくりでシリーズの2勝目。このカード人気の軸に押されています。4コースカード4号艇内田圭は昨日のラストカードをまくり出しての2勝目。5コース5号艇若林で、6号艇畑辰樹はサイアウトの6コース。本番は枠番通りの3対3の進入、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。センター3コース3号艇坂本勇気がトップスタート、スタート後伸ばしていく3号艇坂本があっさり内の2艇をまくっていく展開、これに乗っていく4号艇内田のまくり出し、内で粘る2号艇山川、その内から6号艇畑でバックスレッジもまくった勢いそのままに、先頭3号艇坂本勇気です。リードは2艇進から3艇進、スタートは正常。1周2マーク、3号艇坂本がトップターン、6号艇畑が追っつける、4号艇内田は握って回っていく、2号艇山川が内で抵抗しての直線、2番手は4号艇内田、3番手6号艇畑、上位現在3番4番6番後方2号艇5号艇1号艇の順でレースは2周目に入っていきます。2周1マーク先頭で3号艇坂本勇気がクリア、4号艇内田圭が2番手突っ込む、5号艇若林を6号艇畑が握ってかわしていく、内で刺して2号艇山川も3番手争いまだ食らいついています。6号艇畑、2号艇山川、この両者の3番手争いが焦点です。2周2マーク3着争い、2号艇山川が内々運んでいきます。6号艇畑回すか、その内を刺していく、6号艇畑が2号艇山川をさばいている状況、上位3番4番6番後方2号艇5号艇1号艇の順で各艇が時計前を通過、これから最終周回の1マーク向かっていきます。センター3コースからトップスタート、そのままうちの2艇あっさりまくっていった3号艇坂本勇気が先頭で最後のバックスレッジ、2番手4号艇内田、3番手内で6号艇畑が一定進のリード、それでも握って2号艇山川食らいつきます。一定進差の4番手3連単346、34.6倍、342は37.3倍、ラストコーナーの3番手争い、6号艇畑ウィリアきっちり回っていきたいところ、2号艇山川握っていきますがどうか、1着で3号艇坂本勇気がゴールイン、2着は4番内田、3着は6番の畑、後方2番山川、1番谷、5番若林の順でゴールイン。第5レースの確定は1着3番、2着4番、3着6番以上でございます。ミニボートペア藤岡山杯9周年杯ということでね、一応今日撮影来たんですけど、やったレースは一応まあ4レースやって1レース的中で、なんとかプラスということで終わりました。まあね、まあ、カメラを回ってる時に当てれないこのさすがマイロということで、今日は締めたいと思いますけど、ね、次回またね現地こうやって来て楽しくいろいろやっていけたらなと思います。今日ねもう撮影終わってね、イオンの方に遊びに行きますんでね、はい、本当ありがとうございました。また現地来ます。